沖縄電力株式会社は、沖縄県浦添市に本店を置く電力会社。2009年度の販売電力量は74億7、8 0 0ットで、一般電気事業者10社中10位。一般家庭向けが39.5%、商業用その他が48.3%、大口産業用が12.2%であり、大口産業用の内訳として、 在日米軍基地向け9.4%となっている。供給地域は沖縄県内のみであり、日本の電力会社の中で最小。供給地域の小ささから、設立当初は九州電力の一部門にした方が良いとの意見もあった。沖縄県における大手企業の一つであり、沖縄県が約5%の株式を保有する。沖縄電力の発電設備のほとんどは火力であり、 重油価格の上昇の影響を受けやすい事業構造となっている。沖縄電力が発電に使用する石炭と天然ガスについては特別措置で石油石炭税が全額免除されている。沖縄電力に電気を供給する電源開発の発電所が使用する石炭についても同様である。日本で唯一原子力発電所を持たない電力会社である。 2009年に策定された中長期経営計画には小型原子力発電の導入可能性の研究が挙げられている。2011年の福島第一原子力発電所事故の翌年に発行された環境行動レポートにおいても原子力関連企業への出向や原子力に関する情報収集を行っているとしている。2020年4月1日より 同社以外の全国旧地域の電力会社が有していた送配電事業部門は発送電分離の法的措置によりそれぞれ各地域別の一般送配電事業者各社関西電力送配電、中部電力、パワーグリッドなどに分社化されたが同社は事業規模が小さいとの理由により法的措置の対象外となったため現在も発電、送配電、小売りの 各事業を一貫して運営する、全国で唯一の電力会社となっている。現在の同社のコーポレートスローガンは、地域とともに、地域のためにである。18箇所、212万9250キロワット気力発電所5箇所、162万9000キロワットガスタービン発電所5箇所、32万6000キロワット内燃力発電所13箇所、 1 7 4 2 5 0ット5箇所五3 1 5ットまた、沖縄電力には、水力発電所は一つも存在しない。ABCDEFGH、2021年3月期決算単身、日本基準。沖縄電力株式会社。2021年6月8日閲覧。AB、2020年3月期第48期有価、証券報告書。 沖縄電力株式会社、2021年6月8日閲覧。出展、丸尾正則著電力、ガス日経文庫、2006年沖縄、振興特別措置法65条2項、租税特別措置法94条の4-3の、経営方針、経営計画に、掲載の沖縄電力中長期経営計画の概要の10ページ、環境関連情報に、 掲載の環境行動レポート2012-33ページ AB タラマカ投資機風力発電設備の営業運転開始について2018年4月10日閲覧南大東家投資機風力発電設備の営業運転開始について2018年4月10日閲覧倒産速報カヌチャコミュニティ株式会社東京商工リサーチ http://www.tsr-net.co.jp スラッシュニューススラッシュフラッシュスラッシュ 1213329588HTML2015 年6月3日閲覧アグニカ統式風力発電設備の営業運転開始について2018年4月10日閲覧パラマカ統式風力発電設備2号機の 営業運転開始について、2018年4月10日閲覧、沖縄電力電力設備詳細、電力設備詳細、2018年4月10日閲覧、ありがとうございます。